もか課題と感じているところとか、はい、どういうふうにこれから新生堂薬局さんの舵取りをされていくかというお話を伺っています。はい、目下の課題は、まあ、人材育成だというふうに思ってます。お客様にいかに喜んでもらうか、まあ、ドラッグストアの売り場をどんだけ楽しく作るか、お客様の悩みに対してどんだけ丁寧に対応して差し上げるかとか、とても大事なんですよね。で、まあ、若い子たちもどんどん入社してきているんですけども、そういったことをあまり経験せずに店長になったりとかマネージャーになったりしているものがおりますので、そういったものたちを改めて、まあ、商売というものはどういったものかということを教えて、まあ、経験させてっていうのはとても大事だというふうに思います。まあ、昔に比べて店舗で行う接客以外の作業っていうのがどんどん増えてきていますので、まあ、商品アイテム数もドラッグストアでは昔に比べて もう2倍ぐらいのアイテム数があるんですよね。で、どんどん作業が増えている中で、お客様に接客する時間だとか商品を陳列する時間とかどんどん減ってきているので、まあ、いろんなことを DX 化させながら、そういった経験を踏ませて人を育てていくってことが目下の課題としてありながら、そうやって人を育てながら目指していきたいものはヘルスケアステーションっていうものを目指していきたいというふうに思ってます。まあ、調剤薬局とかドラッグストアをもっと超えたものって僕らは思っているんですけれども、処方箋がなくても何でも気軽に安心して相談できる薬屋っていうふうに私たちは定義しています。これからの高齢社会において、また団塊の世代が45歳ぐらいに、まさに僕そうなんですけど、団塊の世代が45歳ぐらいになって、これから生活習慣病の薬をもしかしたら飲まなければならないみたいな時に、処方箋のマーケットっていうのはこれから拡大していくだろうというふうには思ってます。まあ、一方で社会保障費を抑制するために、まあ、国はそこに、メスを入れてくるわけですけれども、私たちは処方箋がなくても何でも気軽に相談できる調剤薬局もドラッグストアもそういった薬屋になるってことを考えてて、で、まあ、何でも気軽に相談できるっていうのは、そこには信頼関係が必ず必要ですし、まあ、自分が欲しい商品があるとかいうことも大事です。お客様が欲しい日用品がある、いつも飲んでいる牛乳があるパンがあるとかいうこともとても大事なことだと思いますけれども、そういったいつも来店していただきながら、何か体に不具合があった時にいつも行ってる新生堂で、じゃあお腹の調子が悪いんだとか、ちょっと頭が痛いんだって言った時にうちに相談していただいて、そこでドラッグストアって商品セルフで選べるようになってるところが多いと思うんですけども、そうじゃなくきちっとカウンセリングして差し上げて、適切な商品を、先ほど申し上げた健康台帳という DX を使ったカウンセリングプラットフォームを使って一緒に選んで差し上げて、で、何か病院に行かないといけないっていうことも、私のたちの方でこの症状だったら病院に行った方がいいですよっていうことも、まあ、健康台帳でそういったアプローチもできるようになってるんですけども、受診勧奨して差し上げて、でもし病気が見つかったら処方箋を私たちのところに持ってきてくれるような形になると思うので、まあ、いつも来店してくれる地域のお店になって、まあ、何でも気軽に健康について相談してもらって、まあ、処方箋がなくても来てもらいながら、何か処方箋が必要になった時は処方箋をもらった時はうちに持ってきてもらうような、そういったのをヘルスケアステーションと呼んでるんですけども、そういった病院の近くの門前薬局ではなくて、ご自宅の近くのいつも通っているドラッグストアに相談できるようにってことを目指してさせてもらいたいなと、そういったことを目指してこれから社員の育成をしながらやっていきたいなというふうに思ってます。お客さんにとってもこう自分の健康をすぐ相談できるところが増えるっていうのはいいことですね。そうですね、本来ドラッグストアってそうあるべきだというふうに思っているんですけど、ドラッグストアで扱っている商品の数はもう倍になったりだとか、でいろいろ競争が激しくなって、利益を出すために人件費を削減したりとかして、まあ変な話、ドラッグストアに行ってもレジにしか人がいないみたいな状態もあったりすると思うんですけども、そうじゃなくて医薬品コーナーに必ず人がいて、医薬品コーナーに行ったらそこの白衣を着たスタッフが相談に乗ってもらえるみたいなこと、本来そうあるべきなんですけども、いつしかそうじゃなくなっているので、まあ、うちの、まあ、元祖1959年の薬の新生堂っていうのはまさに小さな家と一体になった薬屋だみたいなところだったんですけども、僕の祖母がお客さんと一緒に笑顔でいろいろこう悩みを乗っているのを僕も小
小さい頃におばあちゃん家に行った時に見てましたけれども、はい、まあ、まさにそういった、まあ、原点回帰みたいなところがこれからドラッグストアが地域の中で選ばれていく上で必要なことだというふうに思いますし、まあ、本当に病院のお薬も団塊の世代の方、また団塊世代ジュニアの方がこれから病院のお薬と付き合っていくことが必要かもしれないので、その受け皿になることも必要ですし、もう一番は病院のお薬を飲まなくていいように健康であり続けるためのアドバイスをして差し上げることが、私たちもパーパスで掲げている健康寿命の延伸と社会保障費の抑制につながるってことなので、まあ、処方箋をもらわなくてよければそれに越したことはないんですけど、まあ、そうなることもないので、まあ、何かあったら病院に行っていただいて処方箋のお薬をお預かりする、健康であり続けるために私たちがきちっとアドバイスをして差し上げながら健康にあり続けていただく、そういったことをヘルスケアステーションとして相談をお受けしながらやっていけたらなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。未来の日本人、若きリーダーの方々に向けたメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、100年後も1000年後も、まあ、どうなってるかわからないのは正直あります、まあ、今話題の生成 AI だとか、まあ、いろいろなこう DX っていう言葉もあって、まあ、特に生成 AI が AI がどん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 進化していく上で共存していく時代にはなると思いますけれども、血の通った生身の人間っていうものはそこに存在していて、おそらく経営している人もそこで働いている人も生身の人間だと思うんですよね。で、生身の人間が AI とかと共存していく上でも絶対に大事なことは僕は健康であることだと思います。経営者自身が健康であり続けることがやっぱり適切な判断をしていくことになると思うし、働いている社員が健康で働き続けること、また健康であるからこそ自分のプライベートも充実していること、そういったことが、まあ、AI と共存していく上でも、まあ、必ず必要なことだというふうに思っているので、100年後も経営者は健康であることを意識しながらいてもらいたいと思いますし、社員のみんなが健康であるためにいろいろな活動をしていてほしいと思いますし、また、まあ、ヘルスケアという意味で、まあ、日本中の方がとか地球上の方が健康であり続けるためのビジネスっていうのも100年後でも1000年後でも必ずあり続けるというふうに思っているので、まあ、そういった社会が残り続けていてくれたらいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。今日はインタビューありがとうございました。はい、ありがとうございました。